の皆さん、本日はヒカゲームを行っていただきます。よく聞こえません。イカを狙っていただきますが、死ぬもありということで、イカか死ぬ、釣れた人からクリアっていうことで、で釣れなかった人は罰ゲームがあります。はい、罰ゲームはこれ。これを食べていただきます。食べていいやつですか？食べていいやつです。うわぁ、さらに釣れたサナギやん。ほんとやん。チヌが釣れ、チヌとイカが釣れればこれはなし。1個でも釣れるよ。1個でも釣れれば。大きさ関係なく。大きさ関係なく。ただし、チャオが1本、イカは。イカは1本。で、順番で。イカは回していきます。ただ、ウキのイカの方は争奪戦で行っていただきますので、ウキを見つつ、チヌを狙ってください。わかりました。チヌはこっちです。イカはこっちです。ウキを見つつ。ウキを見つつ。どう見るんやっちゅう話。以上か。以上です。では早速開始したいと思います。制限時間は15時までです。はい、では、はい、用意スタート。うわめっちゃ浮いてるで。叩いてるよ。あ、なくなった。あ、おる。あ、たって、おる。あれ、お、釣っとる、釣っとる。いないよ、俺多分。知らない。ばさん、カメラ。たたたたたたん。たたたたたんって、ちぎられとる。さなぎが。うねちゃん、弱い、違うな。何、さっきの、あ、なにこれ。ああ、黄色いの。はい、黄色いの。イラブチャや。イラブチャ。ちょっとね、ご飯に芯が残ってしまってるんですが。失敗。まあ、お粥にするんで。お粥なん？お粥じゃない。お茶漬けやろ。焦げ欲しいよな。何茶漬け？梅あるよ。天茶、梅、海苔、酒。キャンプ飯。いやー、キャンプ茶漬け。この寒い日にいいっすね。な、どうした？ちょっと待って。味がへん。いや、味は美味しい、うん、味は美味しい。お湯も、ニコジタの俺でもザック食えるぐらいぬるい、高くない。米が硬い。 100% 芯が間違いない。これまたいでまうで、またいだ。
寝ろ。お、何これ。まあまあじゃん。シルエット化けやがった。終わった。来たんじゃない？そうな。生き抜けた。審議があるから。あ、俺なんだこれ。高級魚だ。あ、あいつや。え？麦飯ですって、なんだろうこれ。あれ？詐欺。え？詐欺？詐欺。詐欺。詐欺師や。はい、で、関心さん、あなたは、あなたはこれですよ。え、この辺か。うん。おお、すごい、めちゃくちゃ沸騰してる。そのまま、顔を見せずに食べてください。それはお味はどうでしょうか。うん、うまい、うまい、うん、喋ったらあかんやん。あれ確かに。だってほやほや。あー、はいはい、ちょっとこの外気でね、速攻冷めとるそれ。あ、そうだ、うん、じゃあいけるやん全部、うん。うん、あっ、わかるか、サメとやろ。おいおい、君がやばい。君がすごい。美味しいですか。わからないです、まだ。おくずく、ホクホクが。君がホクホクです。頑張って食べてください。釣ります。ちゃうちゃうちゃう、動画撮るのはダメで、ちゃうちゃうちゃう。じゃあ保険なんか入れて、団子の。え、何があるの。もうちょっと極めが、うん。死ぬ。微妙やな。だからすごい微妙やけど、ほら、食べる？ボラ。いらない。あとボラが来たってことは、そうだ。タモ、うん、餌ないよ。え？多分なんで
当たっとったで。当たっとった？うん。いつ？糸出した瞬間とちょっとしてから。ああ、やっぱあの時か。じゃあだって団子アタックあるもん。うん。張り張らない方がいいってこと？ちょっと張り気味ぐらいの方がいいってこと？うん。で多分 2B やったら割れたのすぐに分かるから。水だ。食べたらあかんね。やめてもらって。そういうのはまさにフラナ。食べてくれるよ。食べへん。食べへん？さすがに食べん。あるよまだ。いい手だから。お腹すいたって。話聞いてました。なんであなたのとこだけ団子あたりが出ないの？出てましたよさっき。落とした瞬間だけ。ほら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 。ほらほらほら。お先の一番先端のガイドあるやん。はい。それの動きを取ったら触ったか触ってないか分かる。触ちょっとでも触ったらちょっと入るで。こう。大丈夫。だから妙な動きする。そうそう。まだまだ。こういう場合って。ほら。下に糸出してあげる。ほら。うん。ええ時もあるし。ぐーっと下がって。時もあるから。逆に張っていくとか。割れた。割れた？え、今割れた？多分割れとる。割れてない？しっかり止めとるって多分。割れとる。やろ？見てなかった。どこを見とったんや君は。あげるかけた。お、重そうだよ。もしかしてアジがそっちまで行った？あれじゃない。頑張れ、つっ、ああ。だね。朝満潮やったから今干潮で、うん、マーキングよりもまかないかな。まかない。その次元なんや。そう。彼はまず重りでそこを取るっていうことからや。これぐらいの水深やったら俺マーキングもクソもないよ。まだそこ。うん。重りの使い方から教えた方が早くない？基本みんな浮いてるよな。餌が？うん。今触ってた。触ってた？目が見えんもん。あ、今触って、竿の構え方やな。多分一番見やすい位置っていうのが自分の中にどっかにある。まっすぐやん今竿。あ、角度つけんの左の字に。そう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 、ハの字にして自分の前にこう先があれば斜めに見とるからちょっとでも触ったら。それはちょっとやりすぎちゃうかな。そうなの？それはちょっとやりすぎやと思う。さっきぐらいの位置。そう、それぐらい。あ、何？今引く？構える？構えるは構えるけど遅いっちゃうから。今やっといて分かったの？ちょっと一回誘いかけてみて。ストップ下げて。あ、どうすんの？違うね。好きな時にな、あげたって当たっとるで、あげたって。もう今やるの？今じゃの？違うよね。またチクピクってきたんだよね。いつやるの？なんで今のでもよかったの？今のでもよかった。あ、いいのあれで、うん。なんだ。ほら、じゃあ違うじゃん。遅いの？あ、じゃあ。初歩から教えたらよかったよな、もっと。いや、そうっすよ。僕らが悪いわ、それ。舐めてもらっちゃ困りますよ。いや、多分そこまで下げすぎると当たりがわからんと思うから。当たりの、当たりのあれな、手先の使い方と、報酬せなあかんな。いや、もう報酬してほしいっすわ。なあ、本当に。森はなんで丸いんやって思ったらわかる。え？なんでもない。森はなんで丸いんや。哲学？それ哲学。
言われた。え、でかそう。動きだけってこと。一抜け。はい、それではですね、釣れなかった3人には海に落ちてもらうか、罰ゲームのサナギを食べていただくか、どちらか選んでください。サナギ言ったらあかんやろ。リアクションないやん。え、でももう朝ミッショルでいいやん。お前か、うん、シルクワーム落ちるか、これ来るか。もう選ぶな、こっちを。はい、サナギです。うわー、そんなんさ、うわー、まんま、まんまやん。激やらやん。絶対これ余ったら今度釣りで使うじゃん。あ、浮いてくるぞ、これは軽いわ。そういう観点で見ちゃう。マジで本当にいいやつ、それ食べて。食べていいやつ、やつ、いいやつです。試しました。こういうのは大体スタッフが試すんですよ、一回試してはないです。ちょ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 、なんで なんで一個じゃないの。ちょちょ、ありがとうございます。違うって見えやんねやって俺。違うって。じゃあちょっとおかしいって、マジでこれ誰から行く。おかしいって。おちゃんこ夫人からどうぞ。あ、うってなっとるよ。なんで俺だけこんなあんの、マジで。あ、食べた。あ、美味しくはない。え、マジで量は多いよ。次行こうか。あ、じゃあ、次これで伸びて絶対苦手。苦手うわ、もう、カツサダギやん、これ。エビセンの濃縮された臭い動画、濃縮されたやつ。エビセンだったら美味しいじゃん。でもなんか、やばい。いや、もうほんと虫。ちょちょ、痛い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 。くっさ。虫？臭い。虫？アップで使ってください。全部いくの？ほんとにマジで全部いくの？ほんとにマジでこれ？いいやん、全然、ごめんな。食べることはないけど。はい、行ってください。うん、うわぁ、全部いった。あ、バリバリ言っとるよ。俺は構わない、感じちゃおう。気持ち悪い。くっさ。ん？どう？死ぬの気持ちを。え？エビセン好きだったらいいかもしれない。美味しい。香ばしい、辛。辛？あ、そう。うん。エビっぽい。エビ。全然エビ。へえ。なんでエビなんだろう。なんでだろう。え、で、チヌもエビ食っとるでちゃうの。これが好きな。でも、飲み込んじゃったー。味は美味しいんだけど、見た目が嫌だからちょっとあの飲み込んじゃったー。撃たないでよ、もう終わったじゃん。終わったじゃん。というアホな動画でした。以上、ご視聴ありがとうございました。あの、釣りたいですさんもぜひね、あのチャンネル登録お願いします。お願いします。では、またねー。バイバイ。もうやらない。チャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。それでは、おまけ以上、どうぞ。あ、はい、あの、手出してください。はい、こっちもこっちもいい。じゃあこちらの方も、こちらの方も、これもういいんですか。ちょっと待ってくださいね。あ、待ってね。せーので行きましょうか。せーので、せーの。
美味しいか美味しくないか。美味しいっちゃ美味しいです。ほら、どう、なんか団子の味しますね。団子まだ言えろ。魚の気持ちが分かる。前世血ぬちゃうか。だから一匹も釣れへんのかな。じゃあ、答えはサナギです。あ、え？サナギね。エビっぽいくないですか。なんか全然食べれます、ねですよね。もう今はね、見てしまった。やっぱり犠牲者がもう一人。食べれんの。食べれる。全然味普通。食べれるよね。普通エビの味。ほら、ほら、いける。はい。いや、でもなんかほら、ダンダって言ってるんだ。エビ、塩焼きにしたら頭から食う人。そうそう、やっぱそうですよね。ほら、確かに確かに。ほら、食わんから頭、脳みそ、チュ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 。僕ら、エビって伊勢エビばっかりやで。頭無理。有名 YouTuber になる。帰りましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。